おはようございます。キュイキュイラジオスピンオフ企画朝絞りキュイニュースをお送りいたします。今日は2023年2月1日水曜日です。朝から皆様がちょっと元気になるような楽しいニュースをお届けいたします。いよいよ2月が始まりましたね。本日のトップニュースはチョコレート愛が止まらないキュイの勝手にチョコチョコランキングです。キュイはチョコレートが大好きなのです。昔からよく食べておりました。冬のこのシーズン、チョコレートが美味しい季節ですね。そこでコンビニやスーパーで手に入る今シーズンのチョコレート系お菓子に勝手ながらランキングをつけてみました。その名もキュイの勝手にチョコチョコランキング。それでは早速第3位、グリコ冬の口どけポッキーです。大好きすぎてたまらないポッキー好きさんにもおすすめの一品。チョコレートだけでなくポッキー部分のサクサク感も楽しめる、中はサク外はふわな名品です。第2位、ロッテバッカス。キュイはお酒も大好き。コニャックとチョコレートが絶妙に絡み合うバッカスはまさに大人のチョコレートって感じです。夜小腹が空いた時にもお世話になっています。同じくロッテから洋酒とラムレーズンの入ったラミーというチョコレートも出ています。しかしキュイはバッカス派ですね。ではでは、堂々の第1位は明治メルティーキッスです。毎年買っちゃいます。説明不要の冬の風物詩。販売開始から30年も経ってるなんて感慨深いです。この商品の凄さは何と言ってもこのクオリティでコンビニなどで手に入る気安さでしょうか。デパートクラスの美味しさです。番外編は森永のミルクココア。いろんなココアを試すけれど結局戻ってきちゃう魅惑の一品です。チョコレートもいいけどココアはやっぱり森永。そんなわけでチョコレートやココアで幸せを満喫しちゃいます。皆様今日もハッピーに行きましょう。深夜帯の皆様はお疲れ様でした。